内容の丘、1983年夏、監督の歌です。本日は本当にこんなたくさんの方々、日曜日にありがとうございます。こうやって僕がぐだぐだ喋るよりも早々に俳優部を呼びたいと思いますので、拍手でお迎えください。まずは、主人公高子を演じました。準備ですか？時は高子さんです。はい、続きまして、時和さん演じる高子の親友、田舎に残った方の、同級生だった緑を演じてくれました田中美里さんです。はい、続きまして、帰国子女で、同じく、2人の同級生だったエリカを演じました藤田智子さんです。一個開けて、はい、で、もう映画皆さんご覧になった方々はご存知のように、この、3人に演じてもらいました3人組の高校時代を演じた、子たちを今度紹介しますね。時和さん演じる高子の高校時代を演じました、芳根京子さん。今日は隣同士になるんですね。はい、では、今度は田中美里さん演じる、緑の高校時代、オードリー・ヘップバーンが好きだった、を演じました、藤井武美さん。はい、そして、藤田智子さん演じるエリカの高校時代を演じました桃川遥さん、お願いします。はい、これで6人勢ぞろい。皆さん、映画いかがでしたか？もう本当この6人が素晴らしかったでしょう。もう僕なんか何にも現場で言ってませんから、もう本当に素晴らしい6人の、本当に、作品となったと思うので、では順番に、思い出とかを聞いていきましょうか。じゃあ時和さん、いいですか？思い出、なんか思い出を。どうしようかな。ちょっといきなり進行台本と違う話をしてもいいですか？大田君、重厚だからいい。そうですか、ありがとうございます。私、この間ですね、朝ドラのマレの撮影も終わりまして、ほっとしたところで、のびという、塚本晋也監督ののびという映画を見てきたんですけど、本当に今、よくぞ撮ってくださったっていう、戦争追体験をできるような素晴らしい映画だったので、皆さんぜひご覧になってください。いや、本当に良かったから、これ見ていただけ、きっとね、映画を好きな皆さんがお集まりかと思ったので、ちょっとこれを伝えときたいなと思って、ちょ、自由にも程がありましたか？いや、ちょ、でもそうか。あ、ごめんなさい。じゃあ、続きはまた後で話します。どうぞ、時間もあれなんで、どうぞ、もう、はい、はい、次に。まだ、その続きがありますよね。はい、次は、しねさんですか？思い出話を。じゃあ、たくさん。まあいいよ、みんな好きにやっていいから。そうですよ、お互いのみのいい。うん、そう。まあ、時和さん、先映画見たんだって分かるね。こんな映画やった後見たんだって。まずはその話をしたかったんです。はい。はい、じゃあ、田中さん。はい。何の映画見ました、最近。そんな話をちゃんと考えてきたこと言ってください。いやいや、今日は皆さん見に来てくださって本当にありがとうございました。
本当にこう、なんて言うでしょうね、高校時代の甘酸っぱい思い出とか、あ、こうしとけばよかったなみたいなものがキュッと詰まった作品だと思うんですけれども、それぞれ皆さんの中のやっぱりこう経験してきたものと重なり合う映画になってるんじゃないかなと思っています。苦労した点はですね、そうですね、やっぱりこうすごいベッドの入院しているシーンで、あれ初日撮ったんです、私の中での初日なんですけれども、その時に時矢さんと再会するシーンを初めて撮って、初めて共演する時に撮って、もう、あ、じゃあよろしくお願いしますって言ってから、急に久しぶりっていうところから始まって、まあ入院しているのにすごいよく喋りました。本当に病人かっていうぐらいすごい長いセリフを喋ったのが苦労した点ですね。6ページあるんですよ、はい、それをワンカットワンシーンで全部メイキング撮ったんで、そんなになんか弱ってる体なのにそんなに喋っていいのかななんて思いながらも、はい、結構喋りますね、はい、監督、はい、監督の脚本なので、はい、そこが苦労した点ね。はい、わかりました。じゃあ藤田さん、苦労した点って何か思い出は？苦労してないですね、やっぱりね。髪染めのすごい苦労したんですか？それもあんまり苦労してないですね。私なんか、まあ、髪の毛こういう風になったんですけども、脱色したことある方は分かると思うんですけど、どうやら頭皮が痛いらしいんですけど、私全然痛くなくて、シャンプーしても全然痛くなくて、名前をね、頭皮つよしって名前にしようかなっていう、すごいいい感じでしたね。何の苦労もなかったですね。はい、でも現場では結構騒然としてましたよ。何？藤田さんが髪の毛金色にしてくるらしいですみたいな噂がブワーッと流れて、金色にしなくていい、良かったですよ、ね、そうですね、全然そんなまだ必要なかった。で、衣装合わせも普通の地毛のお色のままでだったんですけど、クランクインの前日とか2日前とか、ね、割と近いと段階で、うん、そういう噂が流れてきて、でも監督も、もういいんじゃない、もう自由だ、ね、自由な国で。いやでもね、このね、試写会から初日の舞台挨拶にかけて、ドラマの仕事も映画の仕事もなかったんで、自由にこのままでいられたのね。でこれでいろんなお仕事先に行くとね、みんながね、どう話しかけていいかわからない感じがね、すごい空気感として漂って、驚いていいのか、なんかこう言っていいのか悪いのかみたいな、何語なのかみたいな、そーっとこう、仕事ですか？あ、仕事ですと、あ、そうですよねみたいな、急に何か土地狂っちゃったのかなみたいに思われて、まあでも気に入ってて、本当に実はもうこのままでいたいなぐらいな感じなんですけど、パンクロックにしか見えないもんね。いや、どうだろう、私若い頃にピンクにしたかったんで、今すごくいい感じなんで、ここからピンクを経由して元に戻すっていう。わかりました、後でゆっくり話しましょう。はい、では吉田さん、苦労した点。入ってました、入ってました、すいません。私は緑と喧嘩するシーンがすごく印象的で、ずっと1ヶ月一緒に生活をこの3人ではしてたんですけど、朝から晩までずっと一緒にいて、その中でのあのシーンだったので、なんかもう自然と涙が出てしまって、でも本当にずっと一緒にいた仲いい子と喧嘩したら本当にこういう気持ちになるんだろうなっていうのをすごく感じたので、あのシーンはものすごく印象的です。はい、ええ、よ、あ、ごめんごめん、監督聞いてました？そう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 、ごめん、すいません。でもね、結構覚えてる、あのシーンは、あのシーン、俺の方が苦労したもん。泣くか泣くないかでさ、すっげえごねてさ、はい、どうしようとか言いながら1時間ぐらい撮影中断したもんな。久しぶりに緑とのところで泣くかとか覚えてない？あ、じゃあいい、もう。だから、お待ちください。皆さん、聞かなかったことにしてください。いや、監督、全然スムーズにうまくいったね。本当に時間かかりましたね。そうでしょ、それ、あ、今日。ごめんなさい、いや、お互い、多分。だから、でも、だから一時になったんだよ。あそこはやっぱり僕は吉田の気持ちを一番大切にしたかったんで、もう俺ティッシュ持ってついて回ったもん。そう、それ待ってました。覚えてます、覚えてる、覚えてる。どこに行っても監督がついてくると思って、カメラ吹く時にサッと出そうと思ってちょっと一人になりたいなって思ってました。だからちょっと離れてたんで、3メーターぐらい離れてて、後ろ見たら監督いるって言えないですね。ありがとうございます。はい、という点が苦労した点でしたね。藤井さんは苦労した点。
ません笑っちゃって。あの私もですね、あの高子と喧嘩するシーンはすごい思い出にあるんですけど、うん、やっぱ緑はボニーですかね。あの緑がボニーの格好してメイクして出てくるシーンがあるんですけど、うん、あのボニーのメイクがですね、結構 2,3 回監督に見せに行ったんですけど、違う、うん、もっと下手に行こう、もっと下手に行こうって言って、うんうん、なんかメイクさんとチーク足そうか、うん、赤足そうかっていう練ってやってましたね、うんうんうん、あれは大変でした。で最後アンパンマンみたいな。あ、そうですアンパンマンで出ました。そうなんです。大変でした。あそこ大変だったね。はい、分かりました。で、桃川さん、クロス点は、はい、私はあの帰国子女の役だったんで、うん、ずっと日本にいた私にとってはその英語が喋れたや喋れる女の子ってことなので、うん、いや英語の発音どうしたらいいんだろうっていうのはすごく悩んでて、まあその私生活も身振り手振りをもっと聞くって監督に言われても、えみたいな、もう本当に最初分かんなかったんですけど、監督にこうやって手をつければいいんだよって教えてくださって、まあ、だんだんできたんですけど、最初はすごく苦労しました。だって藤田さんがね、あの見学に来てくれた時も英語の発音レッスンをやってたもんね。そうなんですよ。It's a showtime っていうのね、はい、何回もやってたもんね。でも本当あの見に行った時はね、ちょっとドキドキしました、ね、ちょっとやべ、これじゃダメだって。ええ、そうじゃなくて、はい、そんなことない。はい、続けてくださいって。あ、どうぞどうぞどうぞ、ね、いや苦労したっていうのは分かります、うん、それはだって大変でした。帰国子女の役ってなかなか難しいよ。うん、あもうなるほど、分かりました。じゃあ次の第2問いきましょうか。覚えたら覚えてる。じゃあ、土下座さん、最近見た映画は次何かあります？あ、嘘嘘嘘、それさっき言った。もうまだあるけど。じゃあね、この映画をこの映画を見てほしい人、見てほしかった人、あ、じゃあちょっと一回パスしていいですか？おい、はい、じゃあ、じゃあ戻りたい時、言ってね、うん、あ、最後でいいです、はい、最後でいい、はい、じゃあ、田中さん。あ、そうですね、やっぱりあのあ、パスしないね、たまに、はい、パスしようか。パスした方がいいってこともあるし、高校時代の友達と最近そういえば考えたら10年ぐらい会ってないなと思ったので、やっぱりちょっと連絡して、うん、あの一緒にこの映画見たいなって思いました。あ、ね、はい、10年ぶりにメールが来るかもしれないしね、うんうん、はい、あでも本当ね、そういう人いて、この映画ね、あれって10年ぶりに30年ぶりにメールが来たっていうのがいて、一緒だって昨日電話あってね、なんかそういうの嬉しいですよね、なんかね、はい、はい、では、はい、大人エリカさん、はい、いや誰っていうのないですね、もう本当に、うん、本当にさまざまな人に見てもらいたいですね。こう誰って特定じゃなくて、やっぱり青春時代っていうものに思い出がある人とか、何か一生懸命に頑張ってた人とか、もしくは挫折してる人とか、なんかいろんな人に見てもらいたいですね、うんうん、自分の映画だと思えると思う、うんうんうん、すごいいいこと言ってくれて突っ込めなかったんだけど、全絶対なんかギャグに走ると思って待ってたんだけど、いや俺も本当にいいこと言ってくれたの、僕が壊してる。今この状況として全然成り立ってないから、ちゃんと言っとかないと、ほらたまにはね、ちょっとね、もうだってこれ多分明日の記事このままいくと、時和さんがあの自分の映画の宣伝じゃなくて人の映画の宣伝したっていうの見出しになっちゃうんでしょ。それを何かこう覆す、何か誰か一言言っとかないと。あ、なるほど、さすが見てない。でもね、大田君はそういうこと気にする必要ないんで、皆さん好きなこと言ってください。もちろんですよ、はい。 Tokyo Borderless TV